十大建築とは、中華人民共和国建国10周年を記念して、北京に建設された10棟の建築物の総称であり、これには、人民大街道や長魚大国品館など、現在も中国において、政治的に重要な位置を占める建物が含まれている。1958年9月5日に建設が決定されてから、約1年後の1959年9月には、 全てが竣行するという驚異的なスピードで設計と建設が進められた。なお、この重大建築に倣って、後年にもその時代に応じた重大建築が北京市政府他から発表されている。一般に重大建築とは上記のものを指すが、これに倣って後年北京市や各種メディアによって発表されたその時代ごとの重大建築が存在する。 北京市によって発表されたもの。北京市によって発表されたもの。1990年のアジア競技大会のために建設された建築物が含まれる。アメリカのビジネスウィークリー市によって特集されたもの。中国の経済成長を背景に外国人建築家によって設計された建築物。2008年北京オリンピックの施設が含まれる。なお、 上海の建造物も,も入っている。2003年、北京市によって発表された文化施設整備方針に近いもの、ありがとうございます。